はい、本日なんですけど、また捨てたり手放せるものが多く発見できたので、そちらをやっていきます。今回は壊れてしまったものや、ちょっとね、うわそんなとこにまだ物があったかっていうところがねあったんですよ。今回もいろいろ発見しましたんで、どんどん手放していきたいと思います。ミニマリストの僕が潔く物を手放していく姿を見てね、皆さんもぜひ物を手放すモチベーションのアップ、私も同じようなもの持ってるから手放すの検討しよう、そういった視点でね、ぜひ最後までご覧ください。それでは今回は一体どんなものが出てくるのか、お楽しみに。それではいきます。レッツ手放す、始めていきます。まずはじめはこちら。はい、こちらなんですよ。こちら除湿剤です。はい、これは家の中の湿気を取ってくれるものなんですけど、僕は押し入れや収納の中で使っていたんですが、今年は梅雨が長かったし、今でもすごいムシムシしますよね。服を湿気から守るために置いたりしていたので、何個も何個もね、部屋の中に置いていました。こちらももう水がたっぷり溜まってね、こんなに湿気を取ってくれたので、こちらを捨てて早くもう一回買いに行きたいと思います。ただ必要そうだもんね。すごいよね、こんな溜まるって。はい、次はこちら。はい、洗濯バサミです。はい、洗濯バサミね、え、これ色がバラバラでしょ。こんなに色がバラバラなことある？これは統一感がないので、一人暮らしが長いとこういうことになっちゃったりするんですよね。まあこのままでも別に使えるんだけど、せっかくだったら統一したいなと最近思っているので、一回手放していきます。捨てていきます。はいね、こうなっちゃう。はい、それからこちら。はい、こちらアンカーっていうメーカーの充電を挿すようなコンセントと、あとこちらね、モバイルバッテリーも兼用しているというものなんですよね。こちらをね、充電のコンセントとして使っていると、勝手にモバイルバッテリーにも充電が溜まっていて、旅行する時とかにこれ1台でコンセントもモバイルバッテリーの役割も果たしてくれるということで、すごい人気のね商品なんですけど、だけどこれ気づいたらいつの間にかモバイルバッテリーの機能が壊れていたんだよね。ただの大きいコンセントになっていたんで、さすがにね、この大きさだったらちょっと意味がないので、こちら壊れたんで捨てていきます。どうやら無印良品にこれと同じのモバイルバッテリー付きコンセントってのがね出てるみたいなんですけど、ちょっと壊れてしまったんでね、同じものを買い直すか検討したいので、とりあえずこちらは手放していきます。よかったけど壊れちゃったんでね。はいはい、それからこちら、電気毛布。はい、冬にね、これ使っていたんですけどね、膝掛けのように使っていたんですけど、まあこちらもちょっと毛玉がすごいので、こちら手放していきます。はい、ありがとう。はい、それからこちら。はい、シャワーヘッドですね。こちら親がテレビショッピングで買ったと思うんですけどね、あんたんとこもつけなさいってね、これもらったんですけど、2、3年使ったんですけど、ちょっとね落としたら壊れてしまったんです。どんな壊れ方をしたかというと、こういう壊れ方。これいいんですよね。ミストとかいろいろなモードが選べるんだけど、これがね、後ろが割れてんのよ。いきますよ。はい、あーあー、後ろからも出てね、どうすんのこれ。はい、そうなんですよ、こんな壊れ方があるんですね。後ろが割れて、こっからもピュー、こっからはシャーン、そんなことになってしまったんですよ。こっからはシューはいいけど、後ろからピャーン、そんなことあるんですね。いろいろなモードはついているけど、そんなのはいらん、後ろから出る機能は使わん。はい、さすがに壊れてしまったんで手放していきます。はい、こちらジェンガ的なゲーム、アンバランスです。はい、こちらもね、やらないんで捨てます。超面白いけどね。はい、あとこちら、外付けのハードディスク。これは多分テレビ番組を録画していたんだけど、これも壊れてしまったんですよ。読み込みができなくなってしまって、中のね、録画データが見れなくなってしまったので、こういうハードディスクが壊れてしまったら、直すのに結構お金がかかるんで、自分的に面白いものを残していたんで、いつか直してやろうと思っていたんですけど、もう正直何が入っていたかも忘れてしまったので、多分いいということなので、こちら手放していきます。もう捨てていきます。こういうのも捨てにくいよね。ありがとう、もういいよ。はい、最初に言っときます、皆さん怒んないでください。僕は溜め込んでいました。よーく探したらありました、こちら。こんな大量にメガネとかサングラスがありました。伊達メガネとサングラスのオンパレードです。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ちょうど10個ありました。先日もメガネを買いましたけど、もう度ありじゃないと無理なので、度が入ってないサングラスも使えないし、伊達メガネを使わなくても本物のメガネがありますんでね、もうこちら見つけた時びっくりしましたけど、即手放していきます。
イーラナイス、ありがとう。はい、今日もこの時がやってまいりました。手放すもの最後の一つです。最後の一つ、今持っています。ここに持っています。それでは発表していきます。こちらー、はーい、こちらゲーム機、なんと任天堂の Wii U です。はい、そうなんです。この前 Wii を手放しましたけど、実は Wii U も持ってた。なんでこの前決断できなかった。はい、そうなんです。Wii の次に発売された Wii U、 こちら持っていたんですけど、本当にやらない、もう全然やらないので、こちら手放していきたいと思います。ソフトもありますよ。もちろんソフトはこれですよね。はい、そうです、マリオです。 Wii U のマリオのソフトですね。こちらも一緒に手放していきます。果たして Wii U は高く売れるんですかね。よくわからないですけど、とりあえず手放していきます。めちゃめちゃやったし、ありがとうね。はい、今日も家のものをたくさん手放すことができました。はい、早速ね、今日出たものをね、全部お見せしたいと思います。ちょっと見えてるけど、どうぞ。いきますよ。はい、こちら出た。こんなに出てます、すごいです。はい、こちら除湿剤、もう水タプタプです。不揃いの洗濯バサミ統一していきます。はい、電気毛布、毛玉すごい。モバイルバッテリーがついてる充電器、こちら壊れたので手放します、ありがとう。壊れたハードディスク、もう捨てます。アンバランス、ジェンガ的なやつやらない。はい、シャワーヘッド壊れた、今までありがとう。はい、このメガネたち、すっごい数、もういらない、捨てる。 Wii U、 こちらもやらない、めちゃめちゃやった、ありがとう。今日もたくさん出ました。もうバザーかよって感じになってます。はい、今日もすっきりしました。はい、いかがだったでしょうか。今日もたくさん手放すものが見つかりました。今回思ったことは、自分の部屋なんてそんなに広くないのに、こんなところにしまってあったねって思うところに手放すものが大量にありましたね。サングラスなんか特にそうでしたね。ビニール袋に入れてまとめてました。その時に捨てろっていう話ですよね。今回は壊れてしまったものも多かったんですけど、一回なくなった状態で生活してみて、もし本当に必要であればもう一度買い直していきたいと思います。皆さんもしまい込んでしまって忘れている場所がないか、もう一度確認してみてください。きっとただ持っているだけのものがあると思います。はい、今日の動画が参考になったよ、物を手放していく動画見てるの好きです、気持ちいいですと思ってくれた人はグッドボタンで教えてください。いつも評価ありがとうございます。これからも皆さんの役に立つ情報を発信するということを常に意識しながら動画を毎日投稿していきますんで、チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんのおかげでチャンネル登録者数300人を達成することができました。まだ動きはありますけど、本当に嬉しいです、ありがとうございます。これからも引き続き応援よろしくお願いします。それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。